日本とタイ観光チャンネル。車の窓が動かないタイのトラブルで職人技を見た。皆さんこんにちは。いつもご覧いただき感謝している日本とタイ観光チャンネルです。この前、車の運転席側のパワーウィンドウが突然閉まらなくなるトラブル発生。 Oh no. 閉まりっぱなしではなく開いたままなので余計にまずい。すぐに車の窓専門店に行ったのですが、そこで職人技を見ました。手先がとても器用で、何より行動が職人なのでご紹介します。車関連はタイヤを新品にした話と出張ポリッシャーの話もあるので、ぜひ動画の最後のリンク先からご覧ください。では始めます。タイ人は手先が器用って聞いたことはありませんか？そういうことだからトヨタやホンダ、ウィンナーや食品関連企業などがタイに進出したのかもしれませんが、タイは昔の日本ととても似ている部分があります。この店は車の窓専門店ですが、隣にはフィルム専門店、その隣にはバッテリー専門店と仕事が分割されていること。しかも同業他社が多いので、つまり腕のいい店に人は流れます。だから技術の高さと安さが勝負なのです。安かろう悪かろうではやがて誰も来なくなります。そこには技術が必要で、その技術は職人的なこだわりが生み出すのです。皆さんは職人とはどういう人だと思いますか？あくまでも個人的見解ですが、職人とは芸術家だと思っています。やっていることへのこだわりが寝食を忘れるレベル。日本の品質の高さもそういうことから生み出されたと考えています。だから金と時間、待遇という権利ばかりを主張すると技術は落ちるのだろうなと考えています。当方の考えでは、技術は芸術ですから、細部まで納得がいくまで没頭するだけですので。時代が進み、世の中は技術よりもいかに簡単かとなってきていると感じます。でもそれは良し悪しがあって、マイナス面も受け止めるべきかなと思っています。簡単でインスタントになるということは便利だけど根気はなくなるかなと感じます。料理は単に調味料をぶっ込めばいいだけではなく、煮るという時間、語学学習のように繰り返す時間、読み終わって終わりではなく考える読書の時間、乗り物で一気に上に行くのではなく一歩一歩の登山の時間、何かを生み出すためにじっくりと考える時間、時間をかけて発酵するから良い味になるように熟成するために必要な時間。世の中、経済格差の二分化が言われていますが、根気強く何かをやり続ける人とインスタントな人という二分化がさらに進むと思っています。インスタント側は待てないし我慢できないので、愚痴兵不満は多いのかもしれませんね。それとスマホばかり見ていると飽きやすくなるように感じませんか？テレビや新聞は偏りすぎて論外ですが、結局スマホを同じように使っていると自分で選んでいるようで、実は変更させられているかもしれませんね。同時に目まぐるしく変えるチャンネルとスマホのスワイプ、何が違いますかね？だいぶ話がそれましたので戻します。タイ人のどこに日本ではなくなりつつある職人気質を見たのかお話ししていきます。パワーウィンドウの駆動ユニットを外して中へ。部品を外していました。感心したことは、1つ目はパワーウィンドウのスイッチを押して動作音を聞き、すぐにモーター部だと判断したこと。そして2つ目は、ユニット丸ごと交換ではなく、モーター内の小さな部品を交換すれば使えるよということでした。イオンの種類を聞き分ける清掃業では大事なことですが、測定機器やメーカー点検に頼ってばかりいると衰えますよね。日本の製造業の衰えは研ぎ澄まされた感覚、つまり職人技の衰えもあるのかなと感じています。そして構造を熟知しているからこそ、どの部分かを明確に指摘できること。簡単にユニット丸ごと交換ばかりやっていたら理解できない世界です。使えるものは使い、生かせるものは生かす、しかも安く済ます、知っているからこその応用力、大事だなと感じました。タイではとんでもなく古い型の日本車が今でも普通に走っています。メンテナンスしないと走行は不可能ですが、部品はあるはずはないので、どう考えても自作しているということになります。もはや日本ではなくなった職人技ではないのでしょうか。日本は売上至上主義で新製品を出して買い替え、古くなれば部品はないから終わりで結局買え、簡単なユニット交換だらけになり、インスタント化して生産性は向上したから技術者は不要。
特に白物家電の技術者は中国、韓国で仕事を見つけ力を発揮。技術者、あるいは職人は力が発揮できることが何より大事。そして何が起きたかは、もう皆さんご存知の通りです。タイの家電で日本製はほぼ全廃状態です。我が家では在庫処分だった炊飯器を除いて、日本製はゼロ。様々な国の家電で、安いのに品質を含め問題を一切感じません。映像では現在、モーターを分解中です。引っ越しの時、ドラム型洗濯機を購入しました。と、あったので、これはどう？と店員に聞いた時の話。当方が日本人だとわからなかったようで、本音の店員。量販店だから多くのメーカー品があるけど、日本品はやめておけ。それはなぜ？ととても興味を持って聞いてみました。運転時の振動がやばすぎる。つまりうるさすぎておすすめしない。実演しようか。それはぜひ、やってもらおうじゃないですか。アメリカ製と同じ条件で毛布を1枚入れて動かすと、あまりにうるさくてガタつく日本製、あっという間に勝負あり。こんなはずでは。その後、当方は日本人だけど、これは残念と伝えると苦笑しながら。事実は事実、嘘も隠しもないから、あとは自分で判断して。値段は高いけど品質はいいが代名詞の日本品を、少しは信じていただけに残念すぎましたね。小さなナットみたいな部品を交換し、ユニットに戻して取り付けです。そうそう、この店は午後6時までですが、時間ギリギリでも受け付けてくれて、午後7時を過ぎています。タイでもディーラーやチェーン店系は、こういう対応はしないのが普通です。ドラム型洗濯機はアメリカ製、冷蔵庫はスウェーデン、テレビは韓国で揃えましたが、日本製を勧めた店員、ゼロでした。タイで日本製のスマホは壊滅、5年ほど前から一切見かけません。日本でシムの縛りをやっていた頃でもすでにタイはシムフリーで、当時は説明しても一切理解されませんでした。日本はガラパゴス化が癖になっているように思えたものです。世界は動いているし、大競争のままなのに、そして品質でも勝てなくなってきていられませんかね。日本でも素晴らしい技術が生まれることがありますか。ポツンポツンとした点での技術でも大騒ぎしすぎに感じるのですが、個別の特定技術で大騒ぎして日本すごいと褒めすぎなところが総力戦で負けているように思えるのですが、技術者が減りインスタント化し点の開発で騒いでプライドを維持していても、それで本当に良くなるのかどうか。県みたいで起きていること、体感したことを含めて日本は大丈夫かということに触れてみました。窓は仕上げの拭き取りに入っています。では動作確認。スムーズですね。そして保証は1年、素晴らしい。最後に店の選び方です。大原則は整理整頓清掃の 3S がしっかりしていること。職場をきれいにできない人に仕事ができる人はいないが持論です。この店は整っています。そして言動が穏やかで丁寧であること。実力がある人ほど穏やかな言動で丁寧なのですから。ましてや年齢は一切関係なく、見ず知らずの人にタメ口などらないというのが当方の考えです。タイヤ更新、ポリッシャー、そして窓修理の車シリーズですが、今回はタイと比較しながらも日本の製造業について触れてみました。特に海外から見ていると日本は厳しい状況に見えます。テレビやネットの日本素晴らしいをあまり鵜呑みにしていると、いつの間にかもっと沈むかもしれませんがね。ということで、個人的な独断をかなり入れた今回の動画でした。こういうことだけではなく、ユニークな観光案内もたくさんありますので、今後ともよろしくお願いします。いかがでしたか。日本とタイ観光チャンネルでは、日本とタイの様々な情報とディープな観光地を紹介しています。ぜひチャンネル登録の上、たくさんの情報に触れてみてください。またタイに関する質問などがありましたら、お気軽にコメントください。今後ともこのチャンネルをよろしくお願いします。